遊びーな学びーや吉本芸人の全力チャレンジラボ始まるよ。今回のお話はカーリングゲーム、そうだね。そしてこの商品を紹介してくれるのは個性派女芸人トリオ3時のヒロイン。では全力遊び紙芝居の始まり始まり。さあ始まりました。注目競技の一つカーリング個人戦の決勝戦が始まります。おっと、選手が入場してきました。準備体操を行っております。せーの、1,2,3,4,5,6,7,8 パーン。もう疲れております。体力が持つのでしょうか。2人が対決する競技はカーリングゲーム、そだねー。カーリングを木工工作で簡単に作れるゲームです。ストーンが8個ついていて8人まで遊ぶことができます。わかりましたか。ってあれ、いないですね。てかめっちゃめっちゃ甘くない？これなら100個食べれるね。そうだね。もうもぐもぐタイムしてる。土台作りから始まります。まずは板を組み合わせていきます。ちょっと下手くそ。器用やな。そうだね。そうだね。ここでそうだね言うてん。思い思いの色を今ストーンに塗っております。さあ、いよいよ真剣勝負の開始です。ルールはシンプル。ストーンを押して円の中心に近い方が高得点です。それではスタート。そらねー。だいぶ行き過ぎてしまいましたが、さあ続いて奏選手の1投目です。そらねー。どのタイミングで使い方間違えた。さあ、なんとかなりかなり真ん中の円の。さあ、ゆめち選手の2投目です。そだねー。あ、どうしました、どうしました。弾かれたわ。連動してんの。あー、残念。ゆめっちスーパーミラクルストロング。嘘でしょ。さて、最後の投球です。あれ、またおらんようになってるやん。くれくれ。いや、またもぐもぐタイムっていうか、もう夕食やん。うまい。今日のな、あのちゃんこ突っ張りよかったな。ごちそうです。うまいな。カーリングがもう相撲になってもうてるやん。食ってね。それでは激戦を繰り広げたお二人にお話を聞いてみましょう。あれ、いや寝てる寝てる。お腹すいた。そうだね。まだお腹空いてんの。おいおいおい、食って寝てるだけじゃねえかよ。おい、こんなんじゃないよ、もぐもぐタイムは。でもカーリングは普通に面白そうだったね。おー、ちょっとやってみたいな。しかもなんかオリジナルで作れるっていうのがいいよね。うん、なんか色とかもさ、もしかしたら自分流にアレンジしてもいいかもしれないね。さあ、3時のヒロインが挑戦したカーリングゲーム、そだね、どうだったかな。面白かったと思ったら投票してあげてね。一番人気のあったグループにはネタ披露のチャンスがあります。さあ、全力遊び紙芝居はここまで。みんなありがとう。